聴ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日は実は買って損したと思った100均の失敗コスメを紹介していきたいと思います。動画で100均コスメレビューたくさんやってるんですけど、結構たくさん買ってるので、もうめちゃくちゃこれ当たりだなっていうものもあれば、これはちょっと失敗だったなって思うものもあって、まあ、数的にそんなに多くはないんですけど、まあ、結構こういう動画も需要あるんじゃないかなと思って出してみたいと思います。まあ、ただ注意なんですけど、まあ、今回私が失敗コスメって言って紹介したものをいいと思って使ってる方も絶対いると思うので、いいと思う悪いと思うっていうのはやっぱりその人それぞれ感じ方もあるし、好みも絶対あると思うので、まあ、エンタメとして温かい目で見守ってください。それではスタート。今回8点セレクトしてみました。この8点のうちの8位から紹介します。まあ、1位が一番買って失敗だったなって思うもので、8位がその失敗の度合いとしては低めのものになってます。それでは100均の失敗コスメ8位はこちらです。ミーアの6色アイシャドウです。パレットのアイシャドウになっていて、お値段は100円商品だったと思います。これがちょっと微妙だったなと思うポイントが、粉質が結構パサッとしていて発色がなかなか出ない、結構重ねてもなんか薄いというか、ノリ自体が良くないっていうのと、こういうちょっとねラメが入ったカラーがあるんですけど、このラメ感がちょっと安っぽいかなと思いました。なんか私が小学校とか中学校の時に100均コスメずっと好きでよく買ってたんですけど、なんかその頃の100均コスメってなんかラメ感がね、なんか市販のアイシャドウとちょっと違ったんですよ。なんか全体的にちょっとメタリックというか、なんかラメがザラザラしてたりとか、それが主流だったんですけど、このアイシャドウはなんか昔の100均コスメみたいな、なんかちょっと懐かしい感じをね感じました。でなんかこのパッケージの感じもね、なんかすごいシンプルで、なんかちょっとカラー展開もなんかレトロというか、ギャルメイクとかなんかヤマンバメイクとかが流行ってた時の感じ、なんか今っぽくはないかなって思いました。最近の100均コスメのクオリティが高すぎてちょっと三角かなって思いました。はい、次7位がこちらです。MM マイカラーリップ A というアイテムです。すごいパッケージ可愛いんですよ。唇にのせると自分の水分量で色が変わるようなリップになってるんですけど、このリップのちょっと微妙だったなって思うところは、色がね見てわかるほど全然変化してくれなくて、これねあのピンクのタイプとコーラルのタイプがあるんですけど、私はどっちを塗ってもほぼほぼ同じというか、私の元の唇の色は結構ね色素濃いってみんなに言われてるので、それもあると思うんですけど、なんかもう至近距離というか鏡で見てもほぼほぼなんか唇何も塗ってないぐらいの感じ。もともと PH リップなので、まあ、そんなに派手に色がつくものではないんですけど、なんかあまりにも変わらなさすぎて、私はなんかどの場面で使ったらいいのかわからないぐらいの感じでしたね。だからこれはねなんか失敗コスメっていうほどではないんだけど、私には合ってなかったですねこれ。次6位はこちらです。ユーアグラムリュクスのハイカバーコンシーラーです。買った時はね超優秀だなって思って、カバー力がすごい高いし、なんかストレッチも効いててめっちゃいいコンシーラーだなって思ってたんですが、今これ買ってねまだ3、4ヶ月経ってないぐらいだと思うんですけど、これねわかるかな、カッチカチなんですよ。なんか表面がすごいベタベタしてきちゃったんだよね、なんかノリみたいな感じになって。ということでなんか実際使えてた期間としては本当に1ヶ月2ヶ月あったかないかぐらい、かなりね使用期限が短いなと思いました。普通に保管場所もまあ冷暗所というか、まあ今そんな化粧品凍るような時期じゃないので、なんでこんなカチカチになっちゃったのか不思議なんですけど、これどっちももう固まっちゃってるので不良品とかじゃないと思いますね。開封して空気に触れた瞬間に使用期限がもう始まっちゃうっていう感じですね。1ヶ月でこの量は絶対使い切れないし、ちょっと失敗だったのかなってこれは思っちゃいました。次5位がこちらです。ユーアグラムのブライトニングパウダーです。これはですねあの気に入って使ってる方もいるかもしれないんですけど、私には合わなかったっていうだけなんですけど、これはちょっと発光させたいような部分に使うパウダーなんですけど、なんかこれはブルーで、これはシルバー、グレーで、これはローズ系、なんかなんて言うんだろうな、どこに使えばいいのかわからないっていうか、普通のハイライトとは違ってなんかメタリックなんですよ。車みたいな感じになるんですね。なんか色も色で結構そのまま乗るんですよ。ブルーだったらブルー乗るし、なんかローズだったらもうこのまま乗るしみたいな、なんか多分私の顔に合ってないんだと思います。なんか多分おしゃれな人は使いこなせるんだと思うけど、なんか
なんか私はちょっと難しいなって思いました。4位はこちらです。ユーアグラムのスパークルアイシャドウです。ちょっと微妙だったなと思うポイントは、なんかこれもねすごい使い方が難しくて、あんまり普段使いで使える感じではない。なんか粉がすごいジャリジャリしてて、なんかアイシャドウにしてはちょっと粒が荒い感じとか、なんかね多分ね見せると一番わかるんですけど、例えばこういう黒いやつとか、こう見るとあんまわかんないけど、なんか砂みたいな感じなんですね。で、こう塗ると、なんていうか、あのネイル用のグリッターみたいな感じで、あんまり日本にないタイプのアイシャドウなんですよね。これね、ベースカラーついてないんですよ。黒と水色のラメの集合、あのベースにクリームとかが入ってない、本当にただラメをプレスしたみたいなアイシャドウになってるので、なんか結構ポロポロ落ちてきちゃうし、色も結構ね、まあ普段使いっていう感じではないんですよね。まあもちろん使いこなしてる方もいると思うんですけど、ちょっとこれはね難易度高めです。次がこちらです。ユーアグラムリュクスのグリッターリップグロスです。もうネイルとかに使うぐらいの大きさのラメがザクザクっと入ったリップグロスです。ここまで大きいホロが入ったリップグロスは見たことがないって思うぐらい、なんかもう海外とかのコスメみたいな感じなんですよね。まあ逆にそれが映えて可愛いかなって思ってたんですけど、なんかちょっと微妙だったのが、わかるかな？このぐらい大きいラメが入ってるんですけど、かなりこのネトーっとしてる、ネバネバしてるんですよね。あのなんかアラビックヤマトみたいな感じの、それよりもちょっともう硬いぐらいのドローっとした液なんですけど、これがね唇に塗った時に結構なんかねネバネバするんですよね。くっつく、まあ、これ自分なりの解釈なんですけど、多分ここまで大きいホロを入れるためにはやっぱりサラッとした液だったらこう留まってくれないと思うんですよ。だからここまで粘性のあるこうベトっとした液じゃないと、重みのあるグロスじゃないとやっぱりそこに留まっていてくれないと思うんですけど、まあ実用性なんか求めてないと思うんですよ。もう映えっていう感じだと思うんですけど、若干ちょっとこれは失敗だったかなって思いました。次2位がユーアグラムリュクスのカラーボールパウダーです。こういう感じになってて、もうこのボールに直接このパフとかをつけてこう塗るっていうタイプなんですけど、デコルテとか、まあ、フェイスパウダーとかで使うものっていう風には書いてあったんですけど、なんかパーティー感がすごいんですよね。特にこっちの02番はもうギラッギラっていう感じで、これどこでつけるんだろうっていう感じ。なんかこっちの01番もこっちよりは控えめなんですけど、日本のフェイスパウダーとかと比べるとかなりなんかギラギラっていう感じで、香りが結構ねつけてる香りなのか工場系の香りなのかわかんないんですけど、結構これは多分苦手な方が多い匂いが結構強いんですよね。ちょっと原材料みたいな匂い、なんか石油みたいな匂いがすごいするので、ちょっとこれはね買って失敗だったかなって思いました。はい、そして最後1位がこちらです。 AC リキッドアイブロウです。100均のリキッドアイブロウということで、私も結構これ期待してたんですけど、まずこういう細いねフェルトペンタイプになってるんですけど、わかるかな？ちょっとねなんか水っぽいのわかりますか？なんか私のが不良品だったのかもしれないんですけど、もうダボダボ出てくるっていうか、たまになんか油性ペンの黒ぐらい濃い時があるんですよ。なんかすごい薄い時もあるし、めっちゃ濃い時もあるし、でも基本的にはこういう風に水っぽくてこう滲んじゃうんですね。で、これ私濃い色と薄い色持ってるんですけど、なんか薄い色はね、まあこれもねちょっと水っぽいんだけど、まあ今日ちょっと薄いかな。まあ濃い方よりはそんなに、まあ事故らないんだけど、なんか色味が日によって違うくて、もうインクが多分水っぽいか、なんか私が買ったやつが分離してたのかな。はい、ということで100均の失敗コスメいかがだったでしょうか。失敗コスメを選ぶ基準として、色が好きじゃないとか質感が好きじゃないっていうよりは、使いにくいとかそういう基準で選ぶようにしてます。ウキウキして買って、あれちょっとこれ、なんかちょっと失敗かなっていう思いをしてほしくないので、動画にしてみました。不快な思いさせてしまったらすいません。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。